こんにちは。さあ、私の裏山でございます。ちょっとね、紹介しようかと思って、さあ、それを試みてみる。さて、初心者だからね、無理はしないよ。よし、待ったな。空気休めるの忘れた。こうして大人を割と、これはいくらなんでも硬えな。タイヤ硬すぎだ。ガッツンガッツン突き上げてくる。大体で落としちゃおうね。どんぐらいまで落としたいんだろうな。わかんねえや。よし、なんとなく。2キロ弱入ってたから、これで多分1キロそこらになるんじゃないかなと。ケツはどんぐらい入れてたかな。ケツは 1.5 とか、あの辺だったような気がする。硬っ。だけどね、明日通勤に使うからそこまで落としたくないんだ。さて、それじゃあ行ってみようかな。昔はね、普通に歩いて上がれるところがあったんだよ。こんな柵とかね、そういうのはなかった。よし、それじゃあ行ってみようか。初心者がセラオで行くエンジョイオフロード。入り口はどこだったかな。そう、入り口はこれだ。もうここを降りる時点で、俺さんはもうドキドキだからね。怖い怖い。よし。おっと。入り口すでにもう段差だ。この時点で俺は怖い。初心者だ。よし、そして、意外な細い道だ。これね、微妙に斜めになってるんですよ。横はね、割と、ずるずる。タイヤが安いからか、腕がないからだな。落っこっちゃうんでね、気をつけてください。そりゃ、俺だよ。まあ、落ちたからって、捨ててる高さですかね。さて。下にも道があるのが気になった。そこまでね、ひどくない。ここはね、木の根っこと落ち葉でどっちかで言えば、オフロードが気持ちいい。で、おっと、これは川だ。川でも割と綺麗だな。川の選択肢は3つ。1つ、川を渡る。2つ、引き返す。3つ、喉が渇いたから飲む。答えは簡単。喉が渇いたから飲むか。微妙な段差だな。どうするどうする。岩が、よし、かわしたぞ。おっと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 、どっから行く、どっから行く。どっから行く、どっから行く。よし、よし、登った。おい、落ちる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 。
る走る、タイヤが全く、おっかわん、おっと、かまねえし、うわ、すげえ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 、仕事帰りからこけなくねえよ。さあ、上がった。お次。ダウン。だから初心者だから超えれる。よいしょ、終わりとね。はい、よかった。あら、ここ無理、行けちゃった。ドクドクドク。枯れてきましたよ。ちっちゃい小川がかわいいね。おお、どうしろっつうのよ。ガレガレしてきたぞ。うふよいしょ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 、ここまではいい感じ。あーおイエスイエス、あーノー、待てよ、あれは上がれるのか。オーマイガー、思ったら苦しいね。おっと、どうした、行けせろ、くそ、どうする、木が邪魔だ、こっちか、なんだありゃ、階段か、まっすぐ行ったらどうなんだろうな、これ行ってみるか。はまりました。お、上がったよ。くそったね。あー、なんか撃った。これ上がれってか。上がったら降りるのか、これどこへ出るんだろうな。うわ、イエス、腹に刺さって、くっつきよくじゃ、もうぶるしかしこねるんじゃ、死ぬわ、ほんま、くそ。手袋がダメだな。ちゃんとした手袋。ちゃんとした装備で、山登るね。ガソリン、くそ。イラッときて滑る、滑る、手袋が滑る、こんなんじゃ握力何秒かっても足りやしねえ、ただでさえ15しかねえのによ。よし、
無理かな、俺の腕じゃ。それはそれ何やる。だな俺。うわ、また気が、あ、気がくらつきりやがった。なんだよ。今日は超えたぞ、一つ超えた。うん、ね、よっしゃ、こっからね、初めてのところだよ。あ、川、また川だが、これを渡れそうだ。ちっちゃくて可愛い川。上がれねえ。よし、明日も仕事飲んで、今日はこの辺にしておきたいと思います。もうほんとこらえてください。よし、帰るわ。セロちゃん、息はよいよい。帰りは怖い。帰りも滑る。うん、怖いながらも通りやんし。よいしょ。前回のあれでペンペンルートで覚えたんだが、前はクラッチを握りながら降りてたんだよね。あれ、クラッチを繋いでエンジンブレーキを効かせると割とね、ちょっと言うこと聞いてくれるというかね、タイヤの空気抜きすぎたな、これ。フロント表、うお、怖え、下りは怖え。滑る滑る、よー、落ち葉が滑る。あいけ、ナックルガード欲しいな、こんちくしょう。ひたすら喋りながら、うわ、これが急なのよ、怖いのよ、恐怖心なのよ。もうタイヤをフルロックしたまま滑って、おーっとっとっと降りてますからね、おーっと終わらない。帰り道が分かんなくなってきた。